までに第一打席。
谷翔平選手は 3-0、 1フォアボール1盗塁という結果となりました。エンゼルスは今日も勝って2連勝としました。これでこのカード勝ち越しとなりました。明日も試合があります。明日も勝って3連勝としたいところです。明日の大谷翔平選手の活躍にも期待したいと思います。それではまた。